されてる。開けられるか。おう、ちょっと待て。あーくそ、アウトキャストが降ってくるぞ。カーゴデッキに敵が降ってくるぞ。エアロックを開けるのには少し時間がかかる。敵を抑えろ。システム再起動エラー。防御システムが停止中。主電源の変換器がショートしてるはずだ。コイルを経由してメインラインの配線を保証導線に切り替えろ。それでダメならヒューズ端子を抜いて磁気増幅器を動かすんだ。いいな。そうか、メインラインを変換端末につなぐと簡単ね。ほらよ、よし、防御機能が復旧した。これでアウトキャストはおだぶすだな。ラスト通信局、ユニオンタイム、アルバトロス号のベネット船長だ。ジャンプ信号を受信することができない。連絡をくれ。ああ、アルバトロス号、これから少し
戦するところだ。待ってくれ。了解、移動まで待機してる。やーくそ、地図から外れちまったな。リフト周波数がないとタグは自動追尾できない。あのリフトに信号装置をつけないと。大至急、今向かってる。リグを準備しろ。通信局の防御システムは復旧しました。警戒レベル3、ジャンプビーコンが停止しました。繰り返します。ジャンプビーコンが停止しました。Thank you.
ロス号ジャンプ完了。ダメージを受けた。攻撃されてる。なんてこった。アウトキャストがタブに群がってる。なんとかしなきゃ。オーケー、こっちから仕掛けるぞ。ロンチパッドを頼む。了解、ロンチパッドスタンバイ。